よし、行くか。よし、やるか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。雨上がりの景色が綺麗だったな。でもこの車、ほんと大したものですよ。山道みたいな場所でもあんまり揺れませんし。さすがは ZCF、 発売されたら売れそうだね。あっちにも道が続いてるけど、何があるんだい？ああ、ローゼンベルク工房さん。ちょっといわくつきの人形師がいらっしゃるんだけど。へえ、あの知る人ぞ知る人形工房か。ああ、そんなこともあったな。結局あれが誰の仕業か未だ明らかになっていない。
任せて、そこ僕の番か。シュシュ、はい、そこ任せてくれ。やっと、これが俺たちの力だ。結局ここまで歩いてきたか。ノエルさん、ワジ君、大丈夫？ええ、心配ご無用です。僕も大丈夫だけど、支援課ってほんと水凶だね。トレーニングにもなるし、一石二鳥でいいだろ。エリーは本当に体力ついたよな。そうしよう。町長の家は町に入って。かかってきなよ。俺の番だな。行くよ。シュシュ、僕の番か。うお、行きます。やあ、任せてくれ。駆動。それ。私の番ね。そこ。僕の番か。任せてくれ。私の番ね。はい。
行きましょう、皆さん。よし、ギャー、俺の番だな、やっと。やれやれ、なんだ、その程度かい。さてと、うおはい、はやれやれ、無駄だよ。行くぞ。行くぞ、みんな。行くよ。行くぞ。えいっと。はい。
負けられない。行きます。あたしの番ですね。俺の番だな。行くよ。僕の番か。覚悟はいいかい。そらそら。はあ。先生。デッドリング。すまない。みんな。すまない、みんな。お返しよ。クロスミラージュ。
参ったな。面倒だな。エニグマクロー。負けるか！
まだやれる。エヌグマ、駆動が。すまない、みんな。参ったな。行きます。
まずい。さてと。僕の番か。やれやれ。私の番ね。そこ。行きます。やあ。よし。せと。やあ。立てと。やあ。
さてと、まあまあだったね。ナイスファイト。僕の相手じゃないね。みんな一旦引くぞ。ダメか。お返しよ。私の番ね。そこ行きます。はっ。さてと、先生出直してきなよ。甘いね。任せて。はっ。俺の番だね。やっと。僕の番か。先生、つい。あたしの番ですね。そこ。私の番ね。やっ。行くぞ。やっと。まだまだいける。僕の相手が務まるかい？えい！じゃあ！はい！やあ！
くよ。出身せい。任せて。そこ私の番ですね。そこさてと。僕の相手じゃないね。手強いぞ、気をつけろ。了解です。行くぞ。これで決める。行くよ。今だ。Oh!
すまない、みんな。まいったな。僕の番か。行きます。目標を撃破。今だ。行くよ。よし。これで決める。俺の番だな。うわあ！さてと。すまない、みんな。面倒だな。エニグマクロウ。まずい。負けるか。はあ、まずいね。やっ！
すまない、みんな。まずいね。面倒だな。エニグマクロー、それ。ありがとう。負けられない。はあ、まずい。やあ、グッドだ。まだやれる。えいっ、やっ。よし、上出来だ。やるじゃない。よし、行くか。どこに行こうかな。さあ、行くぞ。よし、着いたぞ。失礼します。クロスベル警察、特務支援課です。いや、君たち、
わざわざすまなかったね。よう、しばらくぶりだな。ガンツさんの方は体の調子はどうですか？ああ、特に後遺症とかもなく元気でやってるよ。本当にありがとう。改めて礼を言わせてくれ。それで休耕山というところで魔獣が発生したとか。ああ、町の近くにある数十年前に廃校になった大昔の坑道なんだが。まあ、立ち話もなんですし、そちらに座ってくださいな。封鎖されていた入り口の扉が破壊されていた。ああ、数十年前のものだが、とても頑丈な扉だった。それが何者かに壊されているのを町の人間が発見してね。2日前には異常がなかったから、多分壊されたのは昨日だと思う。まったく、ふざけたことをしでかす野郎がいたもんだぜ。気になりますね。それで中を覗いてみると、魔獣が徘徊していたと。でもまあ、昔の坑道跡とかなら魔獣がいてもおかしくないよね。いや、あ、そうじゃないんだ。おかしいと思ったのは坑道そのものでね。坑道そのもの？なんつうか、ぼーっと光ってるんだよ。壁そのものが赤紫色の光に染まっているというか。数十年前の坑道となると動力灯もなかったはずだ。ああ、町に実害はないんだが、さすがにちょっと気になってね。お忙しいかとは思ったんだけど、連絡させていただいたの。扉が破壊されたということは事件性があると見ていいだろう。ええ、わかったわ。了解しました。興味深そうな事件だね。ありがとう。よろしくお願いするよ。ガンツ、皆さんのために道を開けておいてくれ。ああ、分かったぜ。そんじゃ先に行ってるから、準備が済んだら来てくれよな。よかった。本当に元気そうですね。ただまあ、ギャンブル好きは全然変わっていなくてね。相変わらず休みの日にはカジノですって帰ってくるよ。そうなんですか。ま、身を持ち崩さなければ問題はないと思いますけど。ええ、少し下ってから北西に登った先になるわ。何が原因かわからない。くれぐれも気をつけてくれ。ええ、こちらですね。確かに何かで断ち切られていますね。ああ、正直人間の力でできるとは思えないんだが。
その光は。なんとも怪しげな雰囲気じゃないか。ああ。どうする、ロイド。場合によっては警備隊の方に連絡してもいいと思う。そうですね。捜索の手も増やせますし。いや、まずは俺たちで内部の様子を調べてみよう。手に負えそうになかったら警備隊に応援を要請する。分かったわ、了解しました。まあ、それなら準備は万全にした方が良さそうだ。多分ここを調べ、それじゃあガンツさん、ちょっと調べてくるので。ああ、気をつけろよ。危ないと思ったらすぐに戻ってくるんだぞ。これは確かにちょっと普通じゃないですね。地面や壁面がぼーっと光っているみたいだけど、それに何かしらこのよどんだ空気は正気の類かもしれないね。これは上位属性が働いているかもしれないな。あの子ほどじゃないけど、結構霊感はある方で。そうだ。何かしら。この音は。いけない。皆さん、下がってください。返事してくれ！ダメだ。声が届いてる様子がね。ガンツさん、聞こえますか？ダメだ、完全に塞がったみたいだな。でもどうしていきなり。そういえばどうして君が崩落するのが分かったの？かすかに火薬の匂いを感じて危険だと思ったんだけど。火薬、そういえばかすかに焦げ臭い。でも火薬なんて最近では滅多に昔鉱山に使われていた葉っぱが爆発して。いいな、いくらなんでもこのトラップ。でも確かにそうとしか思えないかも。なるほど、そうか。あのジジジというのは仕掛けの火花の音だったんだね。おそらく誰かが中に入ってから退路を断つための仕掛けだろう。まさか入り口の扉を破壊した。ああ、その可能性は高そうだ。何者かは知らないけど。そんな、大丈夫ですよ。こういう時のためにエニグマがあるわけですし。
こうなったら先へ進もう。下手にここに残っていたらまた爆破されるかもしれない。そうですね。遠隔操作の可能性もありますし、外にいたガンツさんが助けを呼んでくれているとは思うけれど、確かに犯人の狙いを考えると動いた方がいいかもしれないわね。やれやれ、とどまるには地獄、進むは苦難といったところか。その減らず口、今が心強いよ。いや、了解です。さてと。
俺の番だな。それ。さてと。はい。やあ。僕の番か。キュキュ。俺の番だな。行くぞ。えいっ。やっ。私の番ね。行くよ。先生。アディオス。いい夢を。やれやれ、怖いもの知らずだな。今だ、クロスミラージュ。行くぞ。セッパッター。あたしの番ですね。速攻。さてと、うお、今だわ。みんな行くわよ。イエスマン。いいね。行くよ。さあ、とっとと終わらせよう。今だ、クロスミラージュ。僕の番か。うおー、行くぞ。セッコー。よーし、やろう。さてと、シュシュ、つい、行くぞ、やっ、はっ、がっ、よし、やろう。任せて、バースト発動。いいね。行くよ。シュシュ、はっ。任せてくれ。それ。あたしの番ですね。
スイフト。全力で行かせてもらいます。うわー、行きます。催眠弾発射。さてと、僕の番か。出世、はい。こっちの決断に砕け散れ。よし、催眠弾発射。任せてくれ。うわあ、やれやれ。さてと、出世、はっ。無駄です。私の番ね。そこ任せてくれ。やっと私の番ですね。催眠弾発射。やれやれ。出世、はい。さてと、はい。行くぞ。やっはっ。さて、出世。なんだ、その程度かい。よし、やったぞ。負けられない。やあ！私の番ですか。全力で行くわよ。あ？
やはり行くよ。はっ、私の番ですね。ゼムリアゴ
家で会ってるよ。え？本来ゼムリアゴケは金色の光を放つんだけど。そうだったの。ちなみにキノコの方は蛍だけって種類だね。どうやら地中脈の流れになる。ということはトラップを仕掛けた犯人と関係なさそうだ。一日やそこらでこんな風に大量に繁殖するとは思えないじゃん。まあそうだね。でも和治君すごく博識だね。ああ最近知り合った客に薬草とか詳しい人がいてさ。そんなことだろうと思ったよ。いくらホストの仕事とはいえ未成年でお酒は感心しないもんね。人聞きが悪いな。
さあ、とっとと終わらせよう。
任せてくれ。やっ、はい、やっ、僕の番か。シュシュ、行くぞ。やっ、みんな大丈夫か。敵先生、気をつけなよ。僕の番か。うお、行くよ。シュシュ、俺の番だな。せい、はっ。その程度じゃ俺たちは止められない。みんな立て直すぞ。俺の番だな。せい、はっ、はっ。僕の番か。うお、お返しよ。
せた。みんな頑張って。ありがとう。どこだ。あたしの番ですね。そこ行くよ。さあ、とっとと終わらせよう。さてと、おお、行くぞ。俺の番だな。今だ。クロスミラージュ。私の番ですね。行きます。目標。決戦。よし。今だわ。みんな行くわよ。よし、せい、はっ。あたしの番ですね。はっ。これで一安心ですね。Thank you.
急鉱山の終点みたいだな。私たちの全力をぶつけるぞ。わかった。任せて。目標を撃破します。デカブツだ、気抜くなよ。了解です。そこ任せてくれ。みんな一気に行くぞ。はい。私の番ですね。やあ！行くぜ！さてと。エニグマ、駆動。俺の番だな。
んですね。俺の番だから、はい、バースト発動。
し。いい感じだぜ。ナイスファイト。まあ当然の結果かな。ただの魔獣じゃなかったみてえだな。まあ、なんとか倒せてよかったぜ。さすがランディ先輩。やれやれ、大した戦闘力だね。本当に助かったよ。でも一体どうして。いや、リハビリ訓練が完了してようやくお役御免になったから、イルス前に支援課に戻ったんだ。そしたらお前らがマインズに向かったって聞いたな。せっかくだから追いかけたら、ちょうど騒ぎになってるってわけだ。それじゃあひょっとして崩落していた入り口も。ああ、マインズの強引が総出で撤去してくれたぜ。ひょっくりこいつまで現れてここまで連れてきてる。相変わらずとんでもないね。サイト、ありがとう。これはお礼にお肉でも買ってこないと。おーい、大丈夫か。おう、お疲れさん。よかった、無事だったみてえだな。もともとこちらがあんたらに頼んだことだからな。しかしまさか旧鉱山がこんなことになっていたとは。俺たちのひいじいさんあたりが掘っていた坑道だよな。こんな風になっているなんて聞いたことなかったけど。そもそもどうしていきなり入り口が崩落したんだよ。とりあえず一旦町に戻りましょう。町長さんへの報告と合わせて起きたことを全てご説明します。いやしかしいい車だよな。こんな車を自分で持てたらナンパし放題じゃねえか。あのな、足に頼るようじゃ君もまだまだなんじゃないか。ノエル、同じ警備隊出身なのに薄情な。
の仕業だったんだろうな。目的がはっきりしないのは余計に不気味な気がするわね。あの爆薬もどこで調達したんでしょう。警備隊でもほとんど使われていないものですけど。大方急鉱山に残っていた葉っぱを使ったとかじゃないの。ま、僕も火薬についてはあんまり詳しくないけどさ。いや違うな。へ、何か知っているの。入り口のあたりに漂っていた硝煙だが、しかもかなり高性能のやつだ。そうなのか。火薬を使った重火器は完全に廃れたわけじゃない。特にイエーガーあたり。まさか。それって。ま、あくまで可能性の話さ。今もラインフォルト社が大変なことになってしまう。そうだったんですか。さすがに詳しいね。つまり俺の赤毛もそいつらに似てるってわけだ。あ、もしかしなくても心当たりがあるみたいだね。まいったな。そうきたかよ。なあランディ。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。バニングス、私だ。ああ、ダドリーさん、出張と聞いていましたが、お戻りになったんですね。ああ、昼過ぎにな。エマ君から話は聞いた。世話になったようだな。いえ、気にしないでください。それよりも何かあったんですか。ああ、一応お前たちにも伝えておこうと思ってな。ルバーチャー土地の新たな所有者が決まった。クリムゾン商会。ええ、兵友ではないんですか。連中の裏をかくようにして電撃的に契約が結ばれたらしい。帝国方面から。一体どういう会社なんですか。ケイトでノイエ・ブランという
ですが当然ただの会社ではないんですよね。ああ、オルランドはそこにいるか。ランディですか？ええ、先ほど合流したので。クリムゾン召喚については奴から話を聞くといい。また夜にでも連絡する。あ、どうした？何やら気なくさそうな話をしてたみたいだけど。なるほど、ルバーチェの跡地を狙ったか。裏通りの手前までだ。それは構いませんけど。ランディ、クリムゾン商会っていうのはどういう会社なんだ？ああ、高級クラブノイエブランを経営する英国籍の会社。用事も済んだし、そろそろ帰るとしようかな。せいぜい気をつけて。僕の方はこのままお役目に入らせてもらうよ。せいぜい頑張りたまえ。そうそう、今回の計画での我々の割り振りが決まったよ。あの人が来るのか。いい判断かもしれないね。そういうことさ。それとアストラルコードの運用レポートも頼んだよ。はいはい、暇な時にまとめておくよ。偉大なるマスターのために。それじゃあ誰も見ていないけど、お約束と行かせてもらおうかな。執行者ナンバーゼロ、これよりマスターの代理として減塩計画の見届けを開始する。ランディ、追いかけましょう。おじき、シャーリー。久しぶりだね、ランディに。2年ぶりか。変わってないようだな。ランディ、やっぱり彼氏、このおっさんの身内だったか。レクター隊、どうしてあなたがここに？今回の買収について何か関係しているんですか？ああ、ちょいと裏工作だな。楽しみだな。東方人街の時は撤退したけど、
老人か。去年カルバードで兵ゆえとやらかした戦争か。ビジネスに決まってるだろ。それよりもランドルフ、貴様に伝えておくことが。半年ほど前だ。長年の宿敵同士である東神と両兵王の決着。サンちゃん、お疲れさん。ランディ、ランディ先輩。あの二人、ランディの赤い星座の副団長シグムント・オルランド。一人とも